ニュースです。趣味の撮影なのに3万円、大桟橋の対応に写真卓言。横浜市内の横浜港大桟橋で趣味の撮影などをしていたら警備員に連行されて3万円を支払わされたとして写真家がツイッターで苦言を呈している。大桟橋の規約では有料となる撮影などは申請が必要だとしており、管理事務所では無理やり連れて行ったことはなく申請がなかったので声をかけてお願いしましたと説明している。他の商業施設の規約と同様の考え方で総合的に判断したと話した。